駒澤大学野球部の組織改良に来ております。今日は西村監督のお話をお伺いしたいと思うんですけども、組織改良とそれから駒澤大学講演会の皆さんの演説に、ね、向けて一言よろしくお願いします。この歴史と伝統のある寮で、部員100名が頑張っております。昔と変わらずいろんな思いの詰まったこの寮でですね、今の現役のものも重みを感じながら日々頑張っています。常に優勝を目指しているんですけれども、昨年久々に優勝しまして、優勝というものはどういうものか、そういうことに気づき、今足りないこと、これからやらなければいけないこと、そういったことを考えながら選手は頑張っております。精一杯頑張ります。応援をよろしくお願いします。